はい、スラーメンの祭典出店第2弾伊蔵鉢本店、今日が出店最終日です。そこでなんと裏メニューが出てしまいました。裏メニューのピリ辛混ぜそばです。背脂とこのラー油がピリッとしたこの混ぜそば絶品です。こちらの商品、通常 の券売機ではつけ麺を普通に買って券を渡すときに裏でとこそっと言っていただければこちらのメニューが出てくるそうです。最終日にこんなものを出しちゃいました。では早速いただきます。ネギと背脂もうよく混ぜ混ぜですね。混ぜ混ぜ麺はつけ麺と同じ太麺、ここラメオカキッチンオリジナルの太麺を使っています。混ぜ混ぜです。背脂も混ぜ混ぜです。麺はもうもちもちです。うまっ。最後にこんなのも出てきちゃいました。これ食べれるの今日だけっていうのがもったいないです。おいしい。こんなに辛くないけど最後にピリッといけますね。じゃあこの後ゆっくりいただきたいと思います。明日7月8日からは、昼川さん20周年特別のなんとキロ1万2000円もする塩を使った塩ラーメンが登場予定です。なんと前島店主も自ら厨房に立つそうです。ぜひ、お時間あればお立ち寄りください。それではいただきます。